まあ、ご主人の仕事の都合で地方都市の方へ越した奥さんなんですね。まあ、あの家の近所のことは大体分かってますよね。日頃のこの生活がありますから。ところが ある時からどういうわけだか知らないけど同じ夢を見るって言うんですよ。寝てますよね、もちろん。と自分はどうしてるかっていうと家の前歩いてるって言うんですよ。しばらく人踏切があるんです。いや実際にその踏切あるんですよ。でこれ夢の中の話。踏切立ってると向こうに誰かが立ってる。どうも女の人らしい。こっちをじーっと見てるって言うんですよ。それでまるで自分についてこいというような顔をしてスーッと消えちゃう。夢はそれだけなんですよ。ところがそれを何度も見た。昼間その踏切を通り越して彼女はそのマーケット行くわけなんですよね。でまあ買い物して帰ってくる。それである時ふっと思った。一体あの夢は何なんだろう。よし今度自分は夢を見たら夢の中であの人についてってみようと思ったんですよね。不思議な話ですよね。そしてその夢が実際に見る日が来たわけですよね。で彼女はどうしたかっていうと踏切まで行った。向こうで女性が立ってる。で彼女のそばへ歩いて行ったって言うんですね。夢の中で実際できるのかどうか分かりませんが彼女はやったって言うんですよ。そうしましたらばその女性がとっとっとっとと前を歩いて自分が普段知らない道を曲がっていったって言うんです。自分もついていった。いくつか角を曲がって坂道を上がっていったって言うんですね。自分も上がっていったって言うんです。上がりきると大きな屋根が見えた。どうもお寺らしい。でそのままついていくと墓場に出た。でそこで全て終わってしまった。朝目が開いて気になったもんですからあの夢の通り行ってみようと記憶をたどって行ってみた。踏切を渡った。しばらく行くと確かに夢で見た道がある。あるじゃないか。でそこを歩いて行った。記憶があるから曲がった。あここも曲がった。あこれも曲がった。行ったらちゃんと坂道がある。あれ夢の通りじゃないか。こんなことってあるんだろうかと思ってその坂道をとーっと上がってってみると大きな屋根が見えてきた。お寺さんです。あ本当だと思ってずっと回り込んで墓場へ行ってみた。確かこの辺でもって夢が消えちゃうんだよなと思ってた。そっから先は分からないから彼女はそのまま帰ってた。あの夢は何なんだろう。なぜ私あそこ行ったんだろう。そう思いながらいつものように買い物に行った。いつものマーケット行って買い物してる。人がたくさんいるわけですよね。なんか視線を変えてひゅっと見ると向こうの方に女の人が立ってて笑って見せた。手振ってしばらく、ああしばらくって言ったんですが、すっと消えちゃった。あれどこ行っちゃったんだろう。ああ、あの人だ。忘れるわけがない。自分の同級生、その彼女が向こうで手振ってる。待てよ、夢に出てくるあの女性、紛れもなく彼女じゃないか。よしもう一回行ってみよう。日を改めてその道をまた行ってみた。いくつか角を曲がって坂道上がっていく。大きなお寺さんの屋根が見えた。確かこう来たよな、ここでもって夢は切れちゃったよなと思って立った。墓場に立ってるもんだから向こうからお坊さんがどうしましたって来た。いや実はこれこれこういうわけでこういう夢を見たんです。でその方お年はって聞いたんで、私の同級なんですがっていう話になった。じゃあこちらじゃないですかって言うんだそうですよ。彼女が立っている前の墓石、横に名前が書いてある。名字は違ってますが名前は同じ。え、紛れもなく自分の友達のお墓だったんです。とお坊さんがこちらのお宅はすぐそこにあるんですけどね、行ったって言うんですよ。歩いて行ってみるとすぐ近くにお家があって、どうもそのうちらしいんですね。でもどなたもいない。すいません、ごめんください。近所の家を訪ねてみると、ああ、こちらですね。こちらね、ご夫婦でいらっしゃったんだけど、ご主人が亡くなってその後3年ぐらいしてからですかね、奥さんもついこの間亡くなっちゃったんですよって言われたんですよ。たまたま自分が越してったその場所、そこにかつて仲の良かった友達が偶然に住んでたんですね。何かできっと知ったんでしょうね。夢で案内されて彼女は友達の墓参りをするようになったそうですよ。不思議な話もあるもんですよね。